体の部下にはなりたくない。っていう自覚がないところが一番嫌だ。質問に対しては結論から答えろ。じゃあそれに関わる事柄を言うから。じゃあだって今来てどうだったかって印象の違いを言ってるから、僕は別に仕事にフックしてもいいんですね。じゃあロゴだ。はい、まあ、今回のお題はどうしてインドに来たのというのを聞いていきたいと思います。はい、はい、じゃあどうしてインドに来たんですか。まあ端的に言うと、会社がそのイメージだからです。はい、以上。以上です。来る前の印象と来て変わった部分なんかありました？そうですね、なんだろう、生活は思ったよりしやすいかな。食べ物さえなんとかなれば、天国だなって言うし、天国まで言うでしょ。まあ、仕事が面白いです、とにかく。じゃあ、いかがですか。いかがでしょうか。インドに来た理由からです。インドに来た理由ですね。インドに来た理由は多分早送りになるんですけど、大学を卒業した後、バックパッカーしてて、その時に、まあ、こうフラフラしてたんですよ。新卒切符を、東大卒っていう新卒切符を捨てて、ちょっと仕事をする意味ないし、まあ、意義わからないし、資本主義ってちょっと大変そうだなって言ってたし、資本主義どう、誰、マルクス誰ピケティ、ピケティね、現代の人だったね、つい最近あの格差もね、はい、そうでもね、まあ、格差もあるじゃない。別にあるのはあるんだよ、事実としてね。でもなんかそんな中でこうバックパッカーしてて、日本じゃなかなか見れない、働きたくても働けない人が、あ、現実に生きて今同じ時間にこう生きてるんだなっていうのを見た時に、すげえムカついた。なんかこう生まれた環境とか家庭環境とかで、そのちっちゃい子供たちが、俺もダメじゃん、ここに生まれたからっていう風になっちゃってるのがすげえムカついて、なんかしたいなと思ったのがきっかけで、こう働きたくても働けない人に仕事を与えられるようなこう仕事がしたいなと思って、で、まあ、日本で人材の仕事してたんですよ。でも日本ってそういう人あんまりいなくて、というか正直仕事として触れた人の中でそういう人ってゼロで、頑張ればなんとかなる人で、なんかモヤモヤしてて、た時に、まあ、本当は何したいんだっけって思ったら、俺そういう人たちのために仕事したいって思って、でそういう人たちが世界で一番多い国がインド、まあ、絶対的貧困層が一番多い、1日 1.25 ドル以下で暮らしてる人間が一番多い環境をまず知ろうと思って来たのがインド、だったからインドに行きます。だからインドを数ある国の中から選んだってことですよね。まあそうね、別にどこでもよかったわけよ、はい、その国国名というか文化も別にどこでもいいし、そういう環境を自分が知らない中で、まあこうバックパッカーで見るのって所詮一部だし、そこに身を置いてそういう人たちが見れるって言ったらあれだけど、触れられる環境にいたいと思ったのが、それがたまたまいい。まあだから二人ともだから現場に近いっていうことですかね、まとめると。大きくまとめると、そうですねそうですね、こうやりがいというか、当然こう給与とか地位とかって求めたら日本だと思うんですよね、よりも現場の方がやってるという、間違いないですね、それがね、だからやっぱやりがいを求めて来るには多分最高の場所だと思うんですよね。僕みたいにそういう貧困層じゃない人と相手をしてても、お客さんと近いしディールと近いっていう点があるし、まあ彼のようにそういう、こう価値観とか理想を持って働いている人からすると、こう生で例えばその貧困層の人にこう、まあ
見たり、もっと言ったら自分から接触することも日本より簡単にできるんで、まあ、そこはね多分いいところ、うん、なんじゃないかな。そうだね、と思いますね。良くも悪くも隠されてないからね、うん、なるほど、なるほどですね。わかりましたということです。という理由で来ました。あのちなみに来る前と来た後の印象の違い、インドめっちゃ住みやすいなって。正直日本で暮らしてた時よりも贅沢に生きてる気がします。あ、あの歩かないし、うん、飯も家届くし、うん、お手伝いさんいるし、うん、ジムついてるし、うん、あ確かにね、確かにそれ結構感じる、うん、だから自分から運動しないと本当に運動できないと思いますよね。この国はちょっとその辺は応援なんで、はい、そうそうそう。ということでした。以上。はい、チャロスター。チャロー。この度はご視聴いただき誠にありがとうございます。かくなる動画を良きと心得ましたら、おチャンネルのご登録と高評価と良きお言葉、お SNS のおフォロー、何卒よろしくお願い申し上げます。